おはようございます。カーピです。今回は1月4日の更新で選手名鑑に追加されました、このタワちゃんのロゴが入っている選手の入手方法についてご質問をいただきましたので、お話ししたいと思います。これはお知らせの中のパワプロチャンピオンシップス2017全国決勝大会、ここを見るとタワちゃん2017公式サイトのリンクがあって、ここに飛ぶとこんなページが出てきます。これの優勝商品を見ますと、プロスピエス部門商品というところがあって、詳細を見るとご覧のように出てきます。これが今度行われる全国大会の商品ですね。優勝者には S ランク選択契約書、パワちゃん2017全国大会 SE 版となっていて、このパワちゃん選手から自由に選択ができるんですね。ただ準優勝になると選択できないパワちゃん契約書、 S ランク契約書パワちゃん版になるんですね。そしてこの S ランク契約書パワちゃん版はベスト4までもらえるんですね。ベスト12になると商品は S ランク実務契約書、パワちゃん契約書はもらえないということになってます。大会でベスト4に入らないともらえないという超絶レアな選手ということになりますね。ただこれは地方大会でももらえるみたいですね。地区大会の商品の欄を見ても、優勝者は S ランク選択契約書パワちゃん版、準優勝者とベスト4の方には S ランク契約書パワちゃん版となってます。いや、それにしてもベスト4に入らないともらえないというのはなかなか厳しいですね。持っている方はかなり自慢できそうですね。これはおそらくこれ以外で入手する方法は現在のところはないと思いますので、手に入れたい方はパワちゃんを練習して優勝できるレベルまで腕を磨きましょうということになるのかなと思います。価値のある選手なのはわかるんですけども、もうちょっと手に入りやすくてもいいのになと個人的には思いました。こんなところでパワちゃん選手はどうやって手に入れるんですかの質問の答えとしたいと思います。今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ぜひ他の動画も覗いていってくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。